はい、今日はペットボトルを用意してますので、何しようかなって、さっきは姿勢の練習を皆さんに説明させていただきましたので、このペットボトルは結構長い方なんですよ。普通のお茶です。はい、この長い方を実際すごく難しいなんです。長ければ長いほど、姿勢の練習が難しくなってますので、初心者の方たちにはちょっと短いの方のペットボトルをやってみてください。はい、乗せるっていうことで、乗せながら太極拳の姿勢も練習するっていうことなんです。はい、何にも当てませんね。はい、ツルツルです。はい、この頭の上に乗せます。はい、そこからスタートをします。はい、今からです。挑戦で成功でした。